やめて。私は1時間後ぐらいにインスタライブをしますので、ね、ぜひ見に来てください。だって見に行ったらちょっとクレイユウキさんとエゴユウナさん初めましてなんで緊張してます。これは夢なのねってどういうことだ。9時からはインスタライブのコラボ配信なのでね、見てくださいね。らしいです。見てね。それまでショールーム。エルタン結婚しようってこっちのコメントにあるよ。大丈夫？ふざけんなよ。誰だよ。なんでこっち書くのしか。誰だ？誰だ？全然知らんわ。知らんのかい。笑いたくて。本当の自分。こんなインスタライブでできんわ。やってやって、私がやる。ライタク、え、ライタクじゃなくて、え、ライタクって、ライフめっちゃ聞いてましたって言おう。気まぐれんさん、タワー来てるよ。本当だ、誰だ。長時間睡眠希望さん、ありがとうございます。うるさい。ミク元気そうだな。元気ですよ。元気です。元気ですよ、本当に。情緒不安定、うん、びっくりする。あ、コストコ行ったんよ。あ、知ってる知ってる知ってる。え、そう、うん、行ったことある。ね、ミク、ね、聞いてください。ミクがね、コストコで買ってきたポテチのね、大きさやばいから、やばいから見てほしい。あ、やばい、バレるバレる。いや、かわいい。いや、バレちゃう。ちゃんと履いてて安心したでしょ。ちゃんと履いてたことに好感を持って。ミクのコストコで買ってきた戦利品でかくない？見て。これがクローゼットの中から出てきたよ。エルタン、これ食べる。全然食べれへんねん。しかもクローゼットやけんさ、服出てくるかなって思ったら、クローゼットにお菓子いっぱい。ねえ、でかすぎ。でかいやんな。すごいね。これ全部一人で食べるわ。いや、お米だよね。ドッグフードじゃん。クリスとイブにあげるか。マックス、マックスにあげる。めっちゃ汗かいた。え、暑くない？うん、暑いね。セティ入れもう。いや、エレはそんな暑くないけど。ミコ暑いんだよ。ああ、顔何個分かな？何個分だろうね。確かに。3つ分ぐらいあるよ。あ、これ見て、昨日ミオさんのポップアップでゲットしたイヤーカフです。ミオちゃんのめっちゃいっぱい。高くない？ほら、こっち見にくいな。何、サンタさん？ミクもミオちゃんの。ミクがサンプレでくれたよね。そう、ミオちゃんのあげた。マジで可愛い。これ何？買ったやつ？え、それはもらった。あ、もらったんだ。いいね。福岡でもやってたじゃん。可愛くない？うん。行った？行ったよ、昨日。昨日か。ミオさんに久しぶりやった。そうそうそう。マジドンキの格好。ドンキにいるよね、こういう人。ドンキで買ったもん。アミ行ったよ、エレ。あ、タワー来てます。相変わらず細いねって言われました。ラッシーのゴミ越し、ありがとう。こんばんは。窓開けて冷房つけ、あ、閉めた？あ、窓閉めた、窓閉めたし。うわ、開いてたわ。危ね。危ない危ない。このコラボ好きでしたって、やった。やった。どっちかな？どっちかな？あ、こっちってこっちってどっちなんだい？パワー！や、筋肉。筋肉やばい。筋肉やばい。あ、こっちかな？あ、どっちかな？あ、こっち行ってこっち行ってどっちなんだい？パワー！恥ずかしい。もう絶対孫で見てる、みんな。確かに陽気だなって。インスタライブに元気残しといてって言うと、あ、そうだね、そう、体力残しとかないと、ね、私が奪っちゃってごめん。うん、エネルギーを残しとかないと。そうだそうだ、やって。本人の前でやれる、それ。やれる。ごめん、やれる。そうやろ。
インスタライブだよ。友達とか見とんよ。坂本さん、お酒飲んでるのって言われてます。飲んでません。ミクも飲んでない。いつもね、テンションがやばいからさ。いつも言われる。え、ミクお酒飲んでるさ、あんまテンション変わらん。いや、変わらん変わらん。だけんさ、むしろ飲んでなくてこれだから、そうやばい。だからいつもさ、エレナのさ、友達の時も、え、ミクちゃんとお酒飲んでる、なんか酔ってるいつも言われるよね。言われる。なんかモチベーションが上がることあったの。エレタンと言うと基本楽しい。うん、基本楽しい。モチベーションとかも関係ない。関係ない。常日頃なんか生きてることに感謝。感謝。感謝。シェイシェイ。ラッパー？ラッパー。ラッパー？ラップできるよ、なんでも。あ、いいね。本当に？うん、本当に。じゃあエレンのラップ作って。よ、エレナは本当に可愛くて、でも時々天然なところがある。俺はそんなエレナを見て、天然だから可愛いけど、ちょっとたまにやっぱ大丈夫かなって思うところもあるんだよ。すごい。すごい、すごくねえだろ。なんか流暢すぎてやばい。しかもこんな人に大丈夫かなって思われるのやだ。じゃあ、ね、一番大丈夫。お互い違う天然だから。わかるわかる。そう。しかもこの間もなんかさ、うどん頼んじゃったよね。うどんやった。たこ焼きか。たこ焼き。笑いたくて。リズムは完璧だって。リズムは完璧、ありがとう。速攻だからね、速攻。はあ。みんなお疲れ様です。1週間。今日は金曜日ですよね、きっと。うわ、明日から土曜日、日曜日じゃん。学校の子ラッキーじゃん。みく、金曜日がマジ一番好きだったわ。わかる。あと土曜日。日曜日は次の日、あの学校っていうちょっと気持ちがあるけん、うん、土曜日が一番好き。ちなみに学校に行くモチベ何だった？みくは給食。ああ、友達に会える。いいね、うん。楽しかった。いいね。プライベートでも会えるけんさ。まあそうね。まあ、確かに。でもご飯食べに行ってた感じやね。もう学食美味しすぎて、学食のために行ってた。あね、学食ね、うん、仕事の次の日の学校大変やったよね。え、高校の時は学食なん、それとも弁当作ってた？いや、学食が美味しすぎてもう学食食べてた。へえ、何の学食が美味しいの？カルビ丼。知らんやろ。カルビ丼美味しいでしょ、どこも。ゆかちゃんと2人で食べたとカルビ丼。いいね。意見、そのビンゴで2人で組んだ時にカルビ丼ってつけたの、うん、コンビ名。なんか青春やね。そう、え、夏みかんさんも一緒の学校やなかった？一緒の学校だって。でもクラス違ったかな。え、夏みかんさん同級生？同級生。あ、そうなんや。あ、そう、夏みかんさん、そういうことね。人狼ゲームやめろ。ごめんごめん、言っちゃうだけやなって思って。いいよ別に、もう時効時効。もうみんないじってくるから。そう、いや、あれだ、みんなやばい。ショートにしたいって言ったら、うん、なんかあったのって。私もショートにしたんですけど、あ、確かに。実はやらかしてない。大丈夫、やらかす。はあ、大学の学食が懐かしい。大学の学食美味しいの？大学、え、みく一回ね、うん、第一の、うん、な、福岡の一番有名な大学、なんで、なんだ、福大？福大かな。あ、ロケで行ったやつ。あ、そう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 、学食なんか600円かなんか300円か、600円か300円かどっちかで、うん、半額だね。食べれるじゃん。美味しかった。地でやばか、普通にご飯。てかスタバも近くあったし。いいね、スタバ女。スタバ大好き。スタバがあればいいんやろ。そう、笑いたくて泣きたくてが本当に可愛い子はショートでもロングでも可愛い。ありがとう、ありがとう、にゃん、いいさん、にゃん、ありがとう。ね、大学の学食はボリュームがあった。ほう、いいな、大学楽しそうだな。いいな、大学って途中で抜けていいんかな。なんか人によってこう授業が違うらしい。えだよね、うん、いいな。600円と300円倍違うやん。こうやってなんか見るの面白いね。おもろいよね、なんか違う世界。え、しかもさ、誰々が初訪問って来るのめっちゃおもろくない？なんか何々さんが2度目の訪問とかね、全部見えてる。なんで2回しか来てくれないのって思っちゃうよ。もっと来てよ、もっと来てよ。原氏、なこみく推しファンとしてのレベルが20に上がった、だって。え、これレベルとか出るの？あれみたい、勇者ヨシヒコ。え、勇者ヨシヒコだっけ？テリー、違う、ドラクエ？なんだっけ、あれみたい。二人でカラオケしてよ。ここで？ここで？どうやって？どうやって？あ、一緒にアカペラでなんか。ああ。何なんかさあ、ハマっとったよね。あ、天秤だからバンされるわ。あ、天秤。天秤。天秤。あ、天秤。天敵みたいな言い方やめてよ。天秤と天秤バンされるから。確かに天秤バンされるよな。あなたの声。あ、いつ
そこいつ、うん、せーの、いつまでもいつまでも続いてほしいと願っている。手を取ることはできずとも私はあなたを好いている。ウェーこれアクリルバンクシーの人たち。すごくない？イエーイ。でコーンやったけど低音もできますねえ。すごいよエレは。エレナもすごいんだよ、俺の嫁だから。付き合ってるんです実は。やめろやめろ、実は付き合ってます。やめろ、みんな本気で誤解するから。本当に、いやもう本当に9年目よね、付き合ってから。本当に初期から、あの出会いは2013年。出会いはそう2013年の、あの日メールを交換した。あ、そうそう、メールを交換して、そっからなんか動画送り合ったりし、送ってくれて、レナがなんか俺に親切だったろ。そうそうそう、優しい。でそっから結構なんか距離深まっていって、うん、あ、なんかお互いいい感じじゃねって思い合って、いろんなところをお出かけするようになって、でなんか泊まったりもしたよ。で、あの一緒に温泉とか入るようになったりもする仲になって、もう9年目の、うん、でたまになんかお互いね浮気というかねするようになって。しすぎでしょ。いや全然なったけど、あれだよね、それも許し合えるような仲になったっていうのがね、なんか、うん、家族だね。そうそう、で寝落ち電話もしたりしてたよな。もうね、この子電話がすごいのよ。自分からブチって切るしね。あ、バイバイブチ。余韻ゼロ。エレタンがさ、え、バイブブー。いや、マジで、マジで B 型。じゃあね、切るタイミングわからへんからさ。でも、なんかさ、ミクマジでさ、ちゃんと電話できる人限られとるんよ。意外よね、片手。こんなこと言いながら電話苦手って言うもんね。めっちゃ電話苦手。めっちゃ全然かけてくる。マジで電話嫌いなの私。うーん、そう、マネージャーの電話出たことない。嘘やん。え、電話したことない。でもマネージャーさんとかはね、ちょっと電話あるよね。じゃなくてもう LINE でできるじゃん。わかるわかる。電話で話せ、電話ってちょっと、ね、電話で話して終わった後緊張しすぎるのか苦手なのか、分かる、何話してたんだっけっていう、分かる、なんか話題入ってこんから、話題入ってこん、相槌に必死で、そうそう、はいはい、そう、そうですよね、はい、ブチ、あれ何話してたんだっけってなっちゃう、分かる、聞いてる感じを出す方にこう、頭がいっちゃう、そうそうそう、頭がいっちゃって緊張しちゃって、あれ何話したんだっけ、何しなきゃいけないんだっけってなって、結局 LINE で聞くっていう、分かる、そうそう。お、みくりんから移動した。初見さん、ありがとうございます。イエーイ。いつまでも電話苦手じゃない、うん、電話得意な人いるのか。電話の声って高くなるよね。だって、え、私めっちゃ低い電話の声。もしもし、あ、お母さんとか1オクターブ高くなる。もし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 、はい、インターホンとか、そうですよねってなるけど、はい、玄関前にお願いします。私本当にあの好きな人とかにしか電話できんから、うん、なんか楽なさ電話だから、もういつも低くなる。もしもし、エレターンって感じよな。低いとかじゃないもん。エレターン、エレターン、ナイスオーダー、いつも言うね、声でけー。本当に今日も安定の美しさだって。ありがとう、ありがとうございます。可愛いに決まってるだろ。なんか男みたい、ほんとパーカーかぶってアクリル板越しの。電話は苦手、苦手だよね。ああ、電話好きな人とさ苦手な人で分かれるけど、うん、電話苦手だな。ミクは結局声がでかいんです。高いんではなく、声高くはないね。ミク高くない、声低い。ミク、うん、そっちから抜いてる。今インスタライブはアイチがしてるのかな。アイチがやってるのかな。花がやっとったよね。うん、花の次がアイチで、その次がエレで、え、今日全員分やると。そう、4人やってて、クレイさんはずっとやってる。クレイさんすごいな。すごいよね。大変だよね。ずっと私クレイさんお会いしたことないんだけど、クレイさんのね、すごいなーっつって。知り合い、知り合い。どっかで出会ってた。うん、何話してるか全く分かんない。おね、ショールームしてるから。お母さんとしか電話しないっていうコール。え、かわいい。お母さんと電話する？せん。ミクもあんませんあ。たまにするくらいかな。今日ご飯いるぐらい。ああ。
え、なんかさ、 LINE で済ませればいいことを電話でしてくるのってなんなんやろうと思う。今日してきたよ。今日どうするんだって。でもあれは文字打つのがめんどくさいし、だるいよね。そう。だるいとか言わないの。ごめん。でもなんかだるくない。うん、そうだるいね。うん、なんかわざわざ予定をなんか LINE でするのだるいから電話、ね。文字打つのめんどくさくなっちゃう。そうそうそう。話した方が結局早いっていうね。ヘルタンはレッドブル飲みますか？飲みません。私は飲みません。私も飲みません。結構飲まん？私最近ずっと飲んで、今年になって全然飲んでない。ミク一時期めっちゃ飲んだったよね。ね。もう今飲んでしまったらビジネスレッドブルになっちゃう。なんで？もうあんま好きやない。あ、そうなんだ。うん、好きやない。好きやない。好きやない。めっちゃ好きやねんってならん。わかる？ボイスで送っちゃう。私だね。もうめっちゃ音声メッセージ来る。で、な急にエレがなんか面白いこと言って、なんかウケるとかっていう笑い声だけ送ってくるんです、この人。こうやって、弾いてる笑いだけをめっちゃ送ってくる。さんまさんやんけ。さんまさんやんけ。なんだツッコミ。どういうツッコミも。そう、なんか、面白いのさ、なんか TikTok かなんか送ってきてくれたんやな。その時にミクが面白すぎてボイスメッセージ、はぁ終わり。わざわざ笑いを。W だけじゃ足りないのよ。W とかわらわらだけじゃ足りなくて。笑いを伝えたくて、音声でこれぐらい笑ってるよって。もう笑った、笑った、笑いましたの時にもう音声押してるから。いいこと、明るい、明るいこと、いいこと。明るいんです。本当に面白い。ルータン通るとき、マジで、中学生のまま。中学生の。小学生に戻っちゃう。どうしよう。みんなそうだよ。みんな心は小学生です。それはやべえだろ。そうでしょ。だってみんな子供じゃない、結局は。でもしっかりしてな。いや、それはしっかりしなきゃいけないじゃん。なんかピュアな心はあれだよね。あるよ、そう、みんなちゃんと同心。確かにそれはもう中学ぐらいから変わってないわ。うん、絶対変わって、絶対中学校で止まったり。ミクだってゲッターズさんの方に変えてあったもん、うん、心は中学生のまま変わっていません、うん、絶対当たっとる、うん、中学から大人っぽかったって言うんじゃないですか。全然アホってことだよ。ベースがアホって書いてあって、ゲッターさんの裏なんか手相見るさ、相馬さんじゃない、誰だっけ、島田さんね、島田さん忘れるな、島田さんからもさ、うん、なんかさ言われたんだよ、なんかさ、あなた基本ベースがアホなので。手相見て、うん、すごい、アホっぽい部分がありますね。人も変わってるって言われるのを、手相見らんでも楽しんでる変わり者って言われた。手相見らんでもアホって言われそうだけど、確かにね、分かるんだよ誰が誰見ても本当に。手相から分かるんや、うん、すごいね。だってな、今日なミクが今日靴下履こうとしとったんよ。そしたらさ、靴下触ったらさ、エレタンの靴下触っとって、エレタンの靴下、エレの足やばい、靴下あかんとって言ってパッて取ったらさ、エレタンの足掴んどった。そうだよ、洗濯物一緒に畳み寄って、そう畳み寄って、うん、でこういろいろ置いとったよね。そう、それでなんかこうエルが足伸ばしてこうソファに寝転がっとったら、なんか足をこっちされて、靴下あかんとそれもしの足や、やばくない、びっくり、ボケがどいひーってやばい、もうボケてきてるね。足をつかまれました。そう、目の前、机の上に靴下置いて、ミクリのハイテンション感すごいね。まるで機関銃みたい。機関銃って何？どういうこと？機関銃、ブドドドド。どういうこと？マシンガンってことやろ。どういうこと？ロマンス拳銃、ババンバン。知っとる？うん、知っとる、知っとる。知っとるんかい。豚まんの何よ。豚まんのはず。あ、ミクも一時期豚まんのなりよったわ。わざとやりよったら豚まん、あれわざとやりよった、うん、わざとやっとったら普通に出てしもうって言って、出てしもうて、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 ミクに乗って、ミクタのテンション高いと笑っちゃう、だって。イエーイ、わかる。今日ずっと笑ってたね。うん、何ってどんな話で笑いよったんやろ。なんか普通に笑いよったね。ボトル1本開けそうって、ワインボトル1本開けてそう。こう見えてお酒は嫌いだ。お互いほろ酔いくらいしか飲めんな。うん、でもより最近ワインちょっとたしなむ程度に飲みます。
おっと、いつの間に大人になっちゃってんの。あんた、私ワインプライベートで飲んだことない。シャンパン、シャンパンも飲むし。シャンパンね。うん、親が飲むけん。あ、いいね。そう、なんかさ、いつもクリスマスとかさ、お正月とか豪華じゃない。うん、なんかちゃんとやるイベントごと、ね、マジすごいね、誕生日とかやらんもん、うちらやるけど、なんかそんなエレタン、もうあれ、レベチレベチレベチあ、そう、昨日小田とね、ご飯行ってね、乾杯したんよ、初めて。え、小田ちゃんってまだ未成年じゃない？違うよ、2個上をエレの、今23だ、小田ちゃん。そう、本当に2個上をエレ。そうでしょ、21、22、23と23歳。うん、やばくない？え、小田が？そう、年上よ。小田って23歳なの？23歳。え、今気づいたの？先輩やん。そうだよ、年齢はね。え、やばい、なんか申し訳ない。なんかなんで、え、今までなんか、おりえばとかいじっとったのに、先輩やん一応ね、年齢で言うと。やば、今したの、やば。え、何歳と思ったの？え、まあ、21とか20 21、何歳と思ってもなかった。その ODA に年齢を感じてなかった、何も。確かに、てかメンバーそうじゃない、なんかもうイメージでさ、イメージでついちゃうよね。ODA がお酒を飲んでるイメージマジでないからさ。確かに。え、なんか思うけど、なんかほら、その普通は年齢で先輩と後輩とかなるけど、うん、エレたちはもう違うやん、入ってきた順やけんさ、うん、え、何歳って言われても、うん、あんまり分からん時ある。分からん、だよね、年齢で見てない人。そうなのよ。何飲んだ？お酒。え？お酒飲んだ。エレはカシオレで、ODA はレモンサワー飲んで、一杯で眠くなってた。やばい、かわいい、めっちゃ。まだ眠くなるんですって言って、もう目閉じてた。え、かわいい、ミクもそれよ。ミク眠くなるんですって。嘘つけ。ODA って不思議よな。かわいい。かわいいね。本当にかわいい。でもマリアももうすぐ飲めるやろ。来年？やばいんだけど、マリア2年後かな、マリア。シャンパン飲ますよ、マリアに。やばいよ。やばい、そういう先輩嫌やな。惚れた。ニク眠くなるんですって、みんな使おう、女の子はみんな使おう。あ、来年の9月で20歳。あ、じゃあ今年。やばいんだけど、マリアが20だって。でも来年よ、今年の9月はまだ19ってことか。あ、そういうことか。だから来年、次、20歳、若。今21やろ、うん、20と21の差って結構でかくない？私今年21なんやけど。でかい、てかもう20から早い、マジで。え、マジ早いやんな、うん、っていう、みんな言うですよね。20、もう20から早いよって言われる。もう20何歳かって思うけん早く感じるじゃない？で、うちら誕生日一緒やんか、うん、22になるんやろ。そうよ、やばくない？だってもうこの間21、やばい、20代やんって思ったら、この間20歳だとかなっとったのにさ、もう一瞬で今21。やばいね。てかお互いに何する、今年。何する、何する。毎年なんかうちらやりよ、なんか、うん、なんか花火とかやりよるよな。やりよるね。え、何しよう今年。何する、大人なことしたい。大人なことって何？なんかちょっとエッチ。やだ、何。なんかね大人っぽいお酒を開きたい。お酒飲む？あ、ワイン飲みたい。ワイン飲む。あ、じゃあさ、とかワインとか、うちの行きつけのお店に一緒行こうよ、家族で行って。家がいい。家がいいんかい。だって帰れるか心配、ね、じゃあ家で飲もう。家で飲む、うん、エレンチおいで、うん、え、ミクんち来てよ。うん、分かった分かった。じゃあワイン持ってくる。そう、ワイン持ってきて、ちょっとシャンパン用意しとくからさ。分かった。あ、じゃあエレタンからはワインで。あ、で、ミクが、ミクがシャンパンで。飲める？シャンパン。シャンパン飲め、ワインも飲んだことない、わからん、あんまり。そうなんや、楽しみやな。楽しみ。ニクリンはお酒強そうなイメージ。んでも強くない？結構昔は強かったけど今弱い。今ほろ酔い2缶でもう潰れるもん。あれとか飲んだらもうやばい。 9% の、あのストロング。あ、ストロングはいれば無理。あれはもうすぐ弱い。昔とは20歳成り立て、大人の会話ですね、ぐらいの頃は。新入社員の社宅かやって。社宅やばい。確かに。2人でオセロやって。うわ、いや絶対にやだ。えー、マジ弱いんだよな。マジで弱い、一回も勝ってない。もういい匂いする。今日香水つけたんよ、いつもつけんけど。え、いいか、エレナの香りする。エレナの香りって何？エレナの香りする。え、めっちゃいい匂い、これゲランのやつ。ここに住む。やめろ。
やめて。うん、はあ、こんなにね、こんなに好きになっちゃう。あ、今日エレタンから教えてもらった日向坂さんの好きな歌。僕なんかもちろん、ダラダダ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 ダ、ヨダダダ向こうにはもうラスが、もうやめてバーっている似とるもんだってエレナの香りという香水、そうです、新発売、エレナの香り、みんなも香って、あれから僕たちは何か夜空の向こうじゃない取れたから、懐かしい、手好き、その歌、あのアンジェラ・アキさんの手紙背景、この手紙にも似てる、ね、トゥルルルル、トゥルルルル、僕たちは何かを信じてこれたかな、似てるの、タラ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 タタタタタタタ、めちゃくちゃワンフレーズで笑った、だって長時間睡眠希望さんがちゃんとしたコメント初めて来た、波でちゃんとしたコメント来てる語彙力すごいね。お、二人とものもわめとってます、ありがとうございます。こんなにね、こんなに好きになっちゃっていいの、ふと気づくと一日中あなたを思ってる、頬にハラハラと涙が溢れるのはなぜでしょう、恋するって切ない、やっぱ曲って大事、小魚さんがさセンター、どっちもセンターやん、いいよね、どっちも好き、うん、あなたたちおかしいんですよ、エレこんばんは、コメントしにくいです、どういうことコメントしにくいです、じゃあコメントしなければいいじゃん、コメントしにくいです、どういうこと、無理にしなくていいのよ、こんばんは、2人でディズニーランドとか行きたいですか、行きたいね、行きたい、え、いつか行っとらん、え、結構なんかディズニー行ったことあるっけ、2人で、あ、4人である、なんか舞ちゃんと、舞ちゃん、花、エレミク、そう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 、昔、なんか今思えば意外なメンツだね、意外よね、え、で、その時のね、ディズニーのね、アルケン、携帯に、え、どこに、え、ほら、あ、知って、それかい、これ、この時の、すごい、え、懐かしいね、2017年とか、触らせて記憶を蘇らせる、ほら、2017年12月8、感じますか、何か、田中さん、よぎった、なんか懐かしい写真あるわ、あの時の、今さチケットほらデジタルだけどさ今こうやってあるから、うん、懐かしい、マジで中任だしジュニア学生料金2017年、うちエレナのさ何、なんかずっと撮ってるんです、エレが隠す、ありがとう、エレナのさ猫ちゃんのズボン大事に撮ってる、これうわー、懐かしい、いつだっけ、手紙やん、初、私が多分20歳になった時にエレナが去年か、え、そうそうそう、去年手紙送ってくれて、あ、19歳の時だ、え、やば、2年前やん、2年前、これめっちゃ嬉しくってずっと撮ってるんです、嬉しい、お手紙読ませません、いい、読ませ、読まない、読まないでください、ねえ、懐かしくない、ね、はずねえ、やばい、かわいい、エルさん大好きこれずっと撮って、これ撮ってるのかわいい、私引っ越した時にほとんど全部ね、うん、その場に置いてきたんだけど、これだけは持ってきた、一時期なんか携帯にもさ入れてくれとなかった、なんかね、頑張れる活力になるんだよ、活力嬉しい、もうそんなファンレター送った気分ですね、うん、ファンレターとかもだけ大事にね、いや撮ってるよね、撮ってる、実家にもうファンレター部屋みたいな感じで置いてるもん、エレもエレもどこに売ってるんやろ、ミルキーのゾーンドンキやで、しかももう一個ペアのやつあるからエレタも履きねえ、どっちも可愛くてどっちも買っちゃった、これでちょっと外歩けんな、エレは、うん、これはこれでは外歩けんね、うん、深夜のコンビニだって行けるわ、うん、コンビニはいいけど、うん、やっぱ付き合ってんの、付き合ってないっすよ、付き合ってますよやめてよ、そんなもう隠さず行こうよ、本当にやめてよ、え、なんで一緒にさ夜を過ごした仲じゃん、
普通に寝ただけですよ。だけ普通に寝ただけ、うん、隠せよってきた。ごめん、ごめん、ごめん、ごめんなさい、ちょ、ごめんなさい、ごめんなさい。でもマジでカップルよりカップルだと思う。確かに確かに、うん。ミクは真剣、こう見えてエルタも真剣よ。なんかそういう程度気持ち悪くなってきたね。ちょっと普通にお友達、仲良し、仲良しです、はい、友達じゃない、親友、親友だね。バカップルだって。バカップル、あ、初めましてじゃないのに初めましてって言ってる人いる。なんでコメント拾ってほしいからよ。あ、思うツボ。あ、なんか画質強くなった、ほわほわから。色気もあるとよ。2人もルームシェアすれば。一時期そういう話してたね。うん、でもなんか絶対一人の空間とかあった方がいいけん。それは絶対そう。うん。ドゥント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 ゥ。ミコも寝室別にしたくてやったけど、結局全部ベッドでかすぎて閉まらんのやろ。閉まらんくなっちゃったし。ベッド買い直したい波だもん。キュンです、キュンです。ミクリンチなのか、そこだって。こうミク二つ家あるんですよ。お金持ちだね。二つ家あって別部屋。笑い合える仲っていいね。いいでしょ。二人とも料理できなさそうだって。エラできんけどミクできるんですよ。ミクすごいんよ。ミクマジで作るよね。マジ作るね。全然うちのご飯でもよかったね今日ね。確かに。うちのご飯何点？何か何点？何エレタに付き合えた率何点今の？70点。微妙やけど、うん、ありがとう。20点引く。何作るの？だって何でも作れるよ。シチューとか作ってなかった？作ってたね。オムライスとか。シチュー、オムライス、肉じゃが、人参しりしり、人参しりしり、ナスの田楽、何でも作れるよ。てん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 。今の誰の歌が一番好き？誰の歌やろ。じゃあ AKB グループで、乃木坂含め。やったら僕なんか、あ、もう僕なんかばっか聴いてる。僕なんか、あとはてか、うん、てかっていうね。あ、誰の歌？知ってる、日向坂の曲。どういう歌？どういう歌？想像で、想像で歌ってみていい？うん、てかあいつがどうとか言ってた、てかこうそれあれやろ、言ってた、なんだっけ、アンビバレントかなんか。違うバレン、なんか可愛い歌、ルックスじゃなくて中身を好きになってみたいな歌。てか歌詞がいいの。そう、いいね、好きですね。アンパン、アンパン、アンパンがないと食べれない。パンパン、そう、私はそろそろ終わろうかな。そうしよう、あ、もう9時になるじゃん。あと30分だから。いやー、私も終わった方がいい。どう思う？うん、どっちでもいいよ。じゃあ私つけとくわ。9時からインスタライブなので見に来てください。9時からインスタライブなので見に来てトゥルトゥトゥントゥルトゥトゥン。ちょっと話してる内容見なきゃね。ちょっと愛知、13位三浦さん、初めてだ。12位西さん、11位サテローさん、10位俊太郎さん、9位浜ちゃん、8位フランさん、7位こてっちゃん、6位は竹安さん、5位つよぽんさん、4位皇帝ペンギンさん、3位はクロちゃん、ありがとうございます。クン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 。2位はひかるち、ひかるちゃん、ありがとう。ぷんぷんぷん。1位はミオタン、これなんて言うんだろう、コリア、コリアファン、ミオタン。にゃせよ、あにゃせよ、かさむりだーん、ポッポヘジュセよ、あちんがポッポヘジュセよ。9時からエレの、あのインスタライブ見てください。コラボ言いますな。クレイユウキさんと、SKE の子だよね、SKE のエゴユウナさんと
ラボします。ちょっとどっちも初めましてなんでやばくない？ドキドキする、緊張する。どんなテンションでいたいんだろう。大丈夫、俺がふざけとくそこで全裸で踊ってくやめてじゃあねー、ありがとう待って待って、一個言わせてエレタンが今退出ボタン押したらなんだっけ、違う方押しちゃった、違う方のルーム押して、ここの部屋は配信中なので退出できませんってなってたありがとうとか言って、バッテン押して普通の、全然退出できてないほら天然すぎやろいや、ファンの人のアカウントみんなしいや、ファンの人の間違えて押したらなんかアイコン出てきた、おもろすぎやろが。バイバイ、みんなインスタ見に来てね、うん、はい、おやすみ、やすみみずみ。いやで、こっち終わってないからね、こっち終わってないよこっちなんすか、あ、充電器貸してくれへん、はい、インスタライブを見よう、見てき、自由な2人だな、そうです、自由ですよ、自由に生きるの一番いい。私が着てる服ミクも持っとるんやけど、え、これ、うん、似てる、へえ。めっちゃ真面目そうだよ。誰が、わからん、見る方も大変だぜ。だってミクティン面白すぎ、ミクリンは終わらないよね、静かになった、こんばんは、皆さんこんばんはと今日は皆さんに実はご報告があってやってまいりました。実は、私の家に今ある方が、来ていらして、でその方とはですね、9年目のお付き合いをさせていただいています。本日はその方を、お呼びしたいと思います。本当に急な発表になって申し訳ないんですけど、今から皆さんに紹介したいと思います。ちょっと水飲んだ方が緊張するから。すいません、緊張してしまって、信じてたのに失望した。いや、本当に皆さんには早くお伝えしようと思ったんですけど、今日隣に来ているので、はい、わざとらしい。いや、本当に緊張しすぎ、残念です。本当に末永くお幸せに。ありがとうございます。実はここで皆さんにお伝えしたいのは、私の家に一人今いますよっていうことをお伝えしたくて、その方とは9年目の仲だよっていうだけをお伝えしたいので、別に今後何があるとかは全然何もないので、そこは安心していただきたいなと思います。ではお願いしますあの緊張しすぎてお水飲もう私もちょっと震えてきてちょっと出れません、緊張しすぎて、すいません。出てくれないの？自己紹介だけしたら、あなた。坂本エリナです。みんな元気？何のテンション？何の寸劇？知ってた、だって。そうですね、いろんな雑誌とかにもね、2人で出させていただいたりしてね。しんど、はい、何会見あ、ごめんね、邪魔して、集中してください笑いすぎてお腹痛いです。深夜3時のテンションやな。スケさんうどんって、うん、あ、そうなんだ。じゃあ巻きのうどんって言ってやばい。え、でもスケさんの今は違うと思う。そうだよね、一時期お世話になってた。巻きのうどん大好きなの言っていいかな。巻きのうどんは私逆に食べたことないわ。美味しいよ、巻きのうどん。マジ、巻きのうどん、え、巻きのうどんって全国、ん、全国店舗、え、分からん、福岡か九州じゃない。巻きのうどんって全国店舗ですか？ちなみにスケさんうどんも全国店舗なのかな。
こっちにはないね。あ、そうなんだ。いや、関東にはないんだ。え、そうなんだ。じゃあ、すけさんうどんは？あ、すけさんうどんって話してるの。すけさんうどんは？すけさんうどんも九州なんか。へえ、え、そうなんだ。すけさんうどんマジ美味しいんですけど。全国店舗、ウエストぐらいか、全国にあるのじゃ。ウエスト美味しいよな。美味しいね。冷たいうどんがマジ好き。あんま行ったことないけど。ちなみに明日は公演です。頑張ります。2回公演やろ。いや、2回公演じゃないっちゃん。あれ、昼だけ出て、うん、夜はなんか4パチがある。あ、丸亀製麺じゃないの。だって丸亀は全国じゃない。全国やんな、きっと。トゥーン、チュックトゥクトゥクトゥーン、チュックトゥ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 ーン、トゥーン、はいはい、モルカルダ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 ここで確認せんで心配心配、公開練習しないで心配だよ。あー、よっしゃ行くぞーって。でももうそろそろコールできそうな時期になるみたいなこと言ってなかった ね。できそうだ。なんか何人か離れてマスクはつけたままコールできるみたいなこと。なんかもう今年はそろそろコールできるんじゃない。いや、コール欲しいよね。欲しいよね。さすがに今年は無理かな。どうなんだろう。ソロ墓地できそうな気もするけどさ、できないの？ダメ？そんなことないか。私の夢？でもなんかもうこれ声出してる人とかいそう、アイドルで。今年むずかったら来年、むずかったら再来年。なんか占い師みたいなさ人がさ、うんうん、2000マジで本当に普通にツイッターとかに現れる予言者みたいな人おるやん。あー、おるね。2024年にはなんかなるみたいなこと言ってたよね。変わるってこと。そう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 、大きく。そう、世の中が。そう、2024年、もう一人の予言者は何やったっけ。何その予言者。そういうのめっちゃ好きやね、ミステリー系。信じそう。そう。でもマジで当てて、あれとか当ててるもん。東日本大震災とか。あ、そうなの。当ててる。なんかそういう本があるんですよ。はなんかもうちょっと経ったらなんか何かが やばいみたいな、それを言ってる。信じやすいからそういうの信じちゃうの。そう。ディセット公演何年行ってないんだろう。来てください。ぜひとも来てください。エレタンの公演って恋愛禁止条例。そうだよ、恋愛禁止条例。うん、新公演みんな来てね。今あんま当たんないのかなってことはさ、他の何もなんか変えてない、そのまんまの恋愛禁止条例。うん、もうまるまる元のやつを。へえ。でも衣装は新衣装。おえー、新衣装なんか可愛い系やったね。可愛いよ、オープニング。うん、リセット公演また投げる。なんか電波が悪すぎて縦と横になってました。なんで？電波が悪すぎる。ずっとコメントは流れてたんですけど、なんか縦と横になってて全然ダメでした。大丈夫かな。よかった。バンされたのかな。でも何も歌ってなくない。歌ってない。なんだろう、この声、この声かな。でもなんかバンされたこと、バンされたらなんかもう配信切れるじゃん、うん、配信切れてなくてなんか縦と横画面になって重くなってたんよな。
なんでなんやろね。あのインスタライブ見てます、私がクレイユウキさんとの男の人の声のクレイさん。あ、そういうこと。これかな。今インスタライブ見てるんです。この後私がやる。ごめんね。それかな。男の人の声入ってるからじゃん絶対。インスタライブで。ごめんなさい。この間ニークの部屋に男いるって思われてるじゃん。違うよ。クレイユウキさんの声。皆さんこの後インスタライブ見てください。ニクの部屋にクレイユキさんいるのバレるじゃん。この配信見なきゃいけないの。エレはどんな話してるかなって。そろそろ終わるわ。仕事してるの。仕事して、お互い仕事してたらバンされたね。待って、ランキングどれあった。ランキング読みます。そうです、始まるしね。そう、13位はトモも、12位ナイジェルさん。この声でバーサーとのやつ。クルイさんの声。クルイさん。ちょっとごめんごめん。やばい、もう無理、おもろくて。なんでバーサーとのやろ、クルイさんの声。聞こえないんだね。好き。10歳トモモさん、トモモ、12位ナイジェル、11位赤髪のなっちゃん、10位ゲコンとの9位みなみく、8位シュー、7位アーニャポージャ、6位は鉱石、5位さーて来週のミクさんは、はい、じゃんけんポン、あ、負けちゃった。はい、で4位マッチ、3位はひまさたん、2位は長時間睡眠希望、1位ハラッシー。ハラッシーのことな、昨日ハラッチーって呼んだ。いるもんね、スタッフさんで。はい、ということでバイバーイ。ありがとうございました。